すと夕食に紛る。閉じる。剥がす。重力に負ける。重力に負けてる。ちなみにこのハゲてる、花の後は同居講義春との喧嘩の負傷です。春も頭に小さい怪我をしまして、かさぶたが取れ、そこには毛がないです。これです。動画には撮れていませんが、大きめの喧嘩が3回ありました。そこでついに春が負けを認めました。春が遠慮を覚えてうまく距離感をつかみ始めております。あくまで犬、可愛がるけど擬人化せずに上下関係を構築するのを見守っています。注意としては柴犬コーギーの体格が似ているからできる見守りです。上下関係ができるということは、群れとしての認識が深まるということ。群れは仲間であり、人間でいうところの家族です。ただ人間社会とは違い、あくまで犬社会。これを忘れると、赤ちゃんが噛まれたり、ドッグランの悲しい事故が発生したりするのです。春も犬の社会がわからないなりにスティーブとぶつかり、自分の立場を作っていこうとしてます。ストレス溜めてないかいって心配したら、こんなんです。ちなみに夜は我々夫婦とスティーブとハルが布団の上でこんな感じで寝てます。それはまるで犬の群れのような寝室です。そうそう、最近スティーブがハルを遊びに誘ったりしてます。しかしスティーブの誘い方が下手くそなのと、ハルが分かってなくてまだうまくいっていません。そのうち仲良くはなくとも群れ、家族のメンバーとして遊ぶ姿が見れたらいいなと思っています。なあハル、頑張ろうな。ありがとうございました。